フランの土。ここはボスプレーを使ってきます。スタメンのケビン・ジョーンズ、フリーキックのシュート、ケビン・ジョーンズのシュートで幕を開けることになりました。あと5秒を切った。足元の個人技かどうか。左手でのシュートは止まりましたがどうか。ブザーが終了と同時に得点はエベッサに入って19対17です。ハレルソン、ハレルソンのスリーポイントシュートをスタッツが取りました。辺のスペーシングがやはり非常にいいですよね。そうですね、準備のところをちょっと注意したいですね。アイラブラウン、コーナースリーにはいかないとゴール下に走っていきますが、橋本のスリーをチョイス、来ました。いや今もいい合わせでしたね。まあ、いきなり、ね、あの流れが変わるってことはないので、やっぱり少しずつですよね。まあ、例年であれば中盤から後半にかけてそのニュービーです、はい、シュートにはいかない。あとアイラブラウン、さあこれもアルバルク東京ボールになった。5点差からさらに縮めるか。安藤聖也、完投をもらいました。決めれば一気に2点差となります。9点差なんでしょう。大阪は簡単に点数取ってるようなね。そうですよね、感じはするんですよね。まあ、シュートに行くまでの時間が早いというのが大阪ですかね、はい、コーナーからのスリーポイントシュート来ました。ようやく来ました。5点差または4点差までいけるかどうか。大阪部取るか取らない。大阪ゴールになった。あと5秒、アレルソンのダンクシュートでした。大阪エベッサも油断することはできません。ジャック・バランスキーからエッカークのダンクシュートきました。さあ流れは変わるか。アルバルク東京、最後決めてくるのは橋本か、それともアレルソンか、さらにはアイラブランカ。アレルソン振り向きざまのシュート、この辺りの感覚は非常に素晴らしい。ハレルソンです。素晴らしいですね。まだボールキープ。中村の激しいチェック、パスコースあるかどうか。うまい飛び込みでした。いやよく出しましたね、今パスは。76対79、3点ビハインド。アルバク東京、田中大輝のスリーポイントシュート決めた。追いついた。残りは5秒、最後のシュートは誰でいくか。田中がシュートは決めてきた。 0.5 秒で決めてきました。倒されながらのダンクショット。疲れるような時間帯になりましたかね。そうですね、まあ、途中ねその惜しいというかミスもありましたからね、はい、もらってすぐキャッチアンドシュートに行きました。2021年の初戦です。中盤戦の中では流れを変えられるかどうかという正念場の一戦でした。アルバルク東京です。